一流のリーダーは人ではなくてスキルを管理する。こんにちは。科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回は従業員エンゲージメントを仕組み化するスキルマネジメントについて解説していきます。企業が成長する過程では、社員の離職や売上の停滞など、様々な課題が現れます。課題と向き合う中で一番大切なことは、人に依存しない組織を作ることです。売上が停滞した時、多くの会社は即戦力となる人材を求めます。その理由は、人を育てるには多くの時間、労力、お金がかかるからです。しかし終身雇用が崩壊し、転職が当たり前になっている現代で、即戦力となる人材に依存した会社は必ず将来苦しむことになります。企業を長期持続的に成長を存続させたいのであれば、即戦力に頼るのではなく、従業員エンゲージメントが向上して人が育つ組織を作ってください。そのために本書のタイトルにもある新しいマネジメント手法、スキルマネジメントを理解して取り入れてください。今回の動画では、従業員エンゲージメントを仕組み化する心得を5個、人が育つ組織を作るスキルマネジメントに関する具体的なアクションを5個、合計10個のポイントを解説します。今回の動画を見て参考になった、面白いと思った人は、いいねやコメントをお願いします。1個目、従業員エンゲージメントと従業員満足度の違い。あなたは従業員エンゲージメントと従業員満足度の違いを説明することができますか？従業員エンゲージメントと従業員満足度はどちらも従業員の意識調査の指標です。そして2つの指標は混同されがちです。従業員エンゲージメントと従業員満足度の違いを理解していなければ、組織づくりはうまくいかないです。2つの指標の違いを明確に理解してください。従業員エンゲージメントとは簡単に言えば、企業と従業員の相互理解や相思相愛度合いを数値化したものです。会社が目指す方向性や姿を物差しとして、従業員の理解度、共感度、行動意欲に対する評価だと理解してください。それに対して従業員満足度とは、福利厚生や職場環境、仕事内容、働きがいなどに対する従業員の満足度を指しています。従業員満足度を測定する際の物差しは、従業員の価値観となり、物差しの尺度は人それぞれ違うものです。従業員エンゲージメントと従業員満足度は、大枠で考えると、会社に対して従業員がどのようなイメージを持っているのか、そういった意味で同じです。しかし、それぞれの指標を改めて分解して考えると、全く別物だと分かります。2つの指標の違いを理解しなければ、素敵な組織は作れないと考えてください。2個目、従業員満足度に傾倒してしまう落とし穴。従業員エンゲージメントと従業員満足度の違いを理解しないまま、従業員満足度を高めることに注力するのは危険です。この本の著者である中塚さんは、以前2つの指標の違いを理解していないまま、従業員満足度に傾倒した経験を持っています。従業員満足度を高めるために、人事評価面談やワンオンワンミーティングを積極的に行い、社員間のコミュニケーション改善に努めました。その結果、上司から部下への支援行動と傾聴力が会社の強みに現れ、従業員満足度のスコアが上昇しました。さらに一般社員の企業に対する不満は消え、若手社員の定着率や従業員エンゲージメントも高まりました。しかし、従業員満足度と従業員エンゲージメントが上昇したのに、経営目標、社員の平均単価、粗利率は改善しない状況が続きました。さらに社内の雰囲気や若手社員の様子にも気がかりな面が出てきました。会社がお勧めしている資格の取得や現場での社員増員に向けた取り組みに挑戦する人は少ない人に限られて、現状維持を良いとする若手が増えていました。そして対話を通して部下との信頼関係を構築することに努めていたマネージャーの離職が目立ちました。その理由は従業員満足度の向上に傾倒しすぎた結果、上司が部下に遠慮する環境が生まれたことにあります。部下に対して少し背伸びをした業務を任せることができなかったり、正しく注意したり指導ができなくなり、上司の負担が激増していました。部下は成長意欲が低く、上司に不平不満を意見するという結果的にぬるい組織風土ができていました。従業員エンゲージメントと従業員満足度の違いを理解できていないまま、従業員が働きやすい環境を作ることに乗り出すのは危険です。従業員満足度が高まったとしても、中塚さんのように内部的に組織が崩れてしまう可能性があると考えてください。3個目、人材志向と仕組み志向。従業員エンゲージメントを高めるには、組織を整えることが大切です。組織づくりをするときには、人材志向の組織づくりと仕組み志向の組織づくりという2種類の考え方があります。それぞれの特徴をまとめると次のようになります。人材志向の組織づくりは人を中心に考えます。人を中心にして組織を作ると、パレートの法則でも言われるように、2割の優秀な社員と8割のその他の社員という構図が生まれます。そして仕事の成果は誰がやるのかによって大きく変動します。だからこそ優秀な社員が離職をすると会社は大きなダメージを受けます。せっかく教育をして育てた社員が離職をすると教え損になります。それに対して仕組み志向の組織づくりは仕組みを中心に考えます。仕組みを中心で考えると2割の優秀な社員が他の8割の社員を補完するパレートの法則とは違う構図になります。普通の人材でも仕組みのおかげで一定レベルの成果を生み出す人材に育ちます。その上で優秀な人材はさらなる上振れを生み出す構図になります。誰がやっても一定の成果を作り出せるため、優秀な社員に依存する必要がなくなります。結果として優秀な社員が離職をしても企業はさほど大きなダメージを受けないです。仕組みのおかげで社員が離職をしても教え損という感覚はないです。仕組み志向に舵を取ればマネージャーが行っている人材育成業務の負担を軽減できます。従業員エンゲージメントの高い組織を作るには仕組み志向が必要だと考えてください。4個目、従業員エンゲージメントの高い組織を作る3ステップ。従業員エンゲージメントの高い組織を作るには次の3つのステップが必要です。1つ目、ミッション・ビジョン・バリューの策定と浸透。2つ目、人事評価制度の整備。3つ目、成長環境の構築。1つ目のミッション・ビジョン・バリューには社員の思いのベクトルを揃えて意思決定の質とスピードや競争優位性を高める力があります。制度や行動指針などの共通言語化と会社方針、研修や会議の場など多面的コミュニケーションで浸透させてください。その上で役職ごとに求められる目標と行動指針を人事評価に組み込んでください。成長環境の構築では実務を推進する能力やスキルの特定、サブ能力と解像度を高めて習得判定基準を設けてください。その上でスキル習得目標と振り返りのプロセスをシステム化して成長意欲が途絶えない環境を作ってください。従業員エンゲージメントの高い組織を作るための大枠の流れは以上の3つのステップです。5個目、20代の成長環境を構築する。2022年8月7日の日経新聞に企業の業績と組織の成長環境に関する興味深い記事がありました。その内容は2017年から2021年の売上高の伸びを8個のスコアとの連動性で検証した内容です。8個のスコアとは待遇面の満足度、社員の士気、風通しの良さ、社員の相互尊重、20代の成長環境、人材の長期育成、法令遵守、人事評価の適正感の8個です。この8個のスコアのうち最も業績と関係性があった項目が20代の成長環境でした。パレートの法則から派生した法則に2対6対2の法則があります。2対6対2の法則とは、特定の集団は優秀な上位2割、平均的な中位6割、下位2割のメンバーで構成されるとみなす概念のことです。2対6対2の法則で会社という組織を見ると、入社してさほど年月が経っていない20代の社員の多くは、上位2割ではなく、中位6割か下位2割に属しています。上位2割の優秀な社員であれば、状況を自分で理解して考えて行動することができます。一方で中位6割と下位2割の人に自分で考えて行動することを求めるのは少しハードルが高いです。だからこそ中位6割と下位2割に該当する20代社員の成長環境を整えることが大切です。20代の成長環境を整えることで組織の基盤を固めてください。以上が従業員エンゲージメントを仕組み化する上での心構えです。次に人が育つ組織を作るスキルマネジメントに関する具体的なアクションプランを5個紹介します。具体的なアクションプランの1個目、能力開発の PDCA。企業における能力開発は主に次の3つの手法があります。1つ目、OJT イコールオフ・ザ・ジョブトレーニング。2つ目、自己啓発。3つ目、OJT イコールオン・ザ・ジョブトレーニング。この3つの中で最も能力を伸ばす効果があるのは OJT です。能力を引き伸ばすにはただ単に知識を詰め込むのではなく PDCA サイクルを回して手にした知識を落とし込むことが大切です。そして PDCA のサイクルを回すための推進力は上司からの指導ではなく自分主導でスキルを身につけることです。中塚さんが提唱するスキルマネジメントでは人材育成を人ではなくて仕組みが担います。社員が自分主導で成長していくスキルマネジメントの仕組みで素晴らしい組織を作ってください。スキルマネジメントには各種能力を一覧にしたスキルマップ、能力をチェックリスト化したスキルボックス、能力を軸に社員のキャリア形成を促すキャリアマップ、キャリア目標と現状のスキルのギャップを把握する能力分析の4つの仕組みが必要です。この後にそれぞれ解説していきます。続いて具体的なアクションプランの2個目、スキルの見える化。スキルマネジメントでは必要能力を一覧にしたスキルマップが必要です。そしてスキルマップを作成するには、社員に身につけてほしいスキルをピックアップする必要があります。身につけてほしいスキルをピックアップするときには、求めるスキルが変に偏らないようにしてください。例えば自社が求める人物像を描き、その人物像になるための必要スキルを書き出すと、身につけてほしいスキルが業界に偏ってしまう可能性があります。当然業界特化のスキルも身につける必要はあります。しかし個人やチームの成果を高めたいのであれば、特殊な能力やスキルに偏らず、幅広い能力を網羅することが大切です。イメージとしては一つの分野において優れた知識、スキル、経験を持ち合わせながら他の分野においても幅広い知見がある T 型人材が近いです。幅広い知識を網羅しながら自社が求める人物になってもらうスキルのピックアップでは必要スキルを次の3つに分類してください。1つ目、特殊スキル。IT エンジニアであれば IT リテラシーなど特定の業界、職種、社内でのみ通用するスキルのことです。2つ目、社会人基礎スキル。業界や職種を問わずあらゆる企業で通用する社会人としての基礎的なスキルのことです。3つ目、マネジメントスキル。組織マネジメントやプロジェクトマネジメントなど役職者や相当するポジションに応じて必要とされるスキルのことです。この3つに分類してバランスよく考えてください。続いて3個目、スキルのチェックリスト化。必要スキルをピックアップできたら、次は各種スキルの習得度を確認するチェックリスト、スキルボックスの作成です。ここでは2つ、規律性と実行力を例に解説をします。イメージをつかんで各種スキルのチェックリストに落とし込んでください。規律性のチェックリストは次の5つがあります。1、社会人ルールの第一歩として清潔感ある身だしなみを行っている。2つ目、時間は1分でも遅刻だと理解して5分前行動を心がけている。3つ目、時間や締め切りに間に合わない場合、事前に連絡をしている。4つ目、約束した予定は必ず守っている。5つ目、組織のルールや指揮命令系統を理解して行動している。以上の5つが規律性のチェックリストです。続いて実行力のチェックリストは次の5つがあります。1つ目、仕事の目標を明確にしている。納期や目的や完成のイメージなどです。2つ目、目標を分解してタスクリストの一覧にしている。3つ目、トゥードゥーリストの作成と更新をしている。4つ目、タスクやトゥードゥーの優先順位付けができていて、前日の夜までに当日の仕事を進める準備を決めている。5つ目、実績時間の見積もりと記録の際の分析をしている。以上の5つが実行力のチェックリストになります。規律性や実行力という言葉を聞くと、なんとなくどんな能力なのかは誰にでも分かります。しかし、どうなれば規律性のある人、実行力のある人と言えるのか、あまり把握できていない人が多いです。そしてどうなればいいのかが分からなければ、自主的に成長行動を取ることはできないです。だからこそスキルボックスでスキルの習得度をチェックする仕組みがあることが大切です。続いて4個目、ゲーミフィケーションとスキル習得。ゲーミフィケーションとはゲームの要素を取り入れて行動促進に活用する手法のことです。ゲーミフィケーションを活用してスキルボックスの使い方を少し工夫をすると、社員の主体性をさらに促すことが可能です。例えば複数のスキルボックスを適当に羅列したチェックリストを渡しただけでも、何もないよりは行動意欲が湧いてきます。それに加えて、もし仮にチェックボックスが1年目、2年目、3年目ときれいにカテゴリー分けされていたとすれば、少しワクワクしながらスキルの習得に励む人が増えると思いませんか？そしてスキルボックスの先に将来企業で叶えられる働き方、組織マネージャー、プロジェクトマネージャー、専門特化のプロフェッショナルと明示されていたら、さらに行動意欲が高まります。スキルボックスは並べ方を工夫すれば、自分自身の成長とキャリアが形作られている手応えを感じさせる力があります。スキルボックスの並べ方として、中塚さんの会社で使っているスキルボックスを並べたキャリアマップを紹介します。中塚さんの会社では、入社をして3年後を想定して在籍年数と本人の適性に応じた方向へスキルボックスを順次数個ずつ配置する仕様になっています。さらに入社1年目から3年目までスキルが積み上がっていく配置となっているため、スキルの習得ごとに視覚的にも自己成長を感じられる仕組みです。具体的なスキル配置の内容としては、入社1年目では新入社員向けの基礎スキル、主体性、規律性、働きかけ方などを配置しています。そしてその上積みとして、入社2年目では応用系のスキル、課題発見力、傾聴力、計画力などを配置しています。そして3年目以降では、社員の適性や本人の希望をもとにそれぞれがスキルボックスを積み重ね、住みたい方向性を意識したキャリアデザインを行います。キャリアマップをうまく使って社員の主体的な成長行動を促進してください。書籍にはキャリアマップの図も参考として入っているため、興味のある人は本を買ってぜひ学んでみてください。続いて5個目、習法システムで能力やスキルを定着する。習法といえば、多くの人が1週間の業務報告を想像すると思います。せっかく習法を書くのであれば、ただの業務報告だけにとどめるのはもったいないです。習法を書く際に能力・スキルを振り返ることができて、自己成長につながる仕組みを作ってください。中塚さんの会社では、習法にスキルボックスを組み込み、自分自身の能力やスキルの定着状況を振り返る仕組みを作っています。そうすることで、部下が自分の現状を正確に把握できると同時に、上司も部下の成長を把握管理することが可能です。成長とは、今までできなかったことをできるようにすることです。だからこそ、成長する必要がある人は定期的に自分でできていないことに気づく機会を設けなければいけないです。人を育てる立場の人は、できていない事実を相手に認識させる必要があります。習法にスキルボックスを組み込めば、この2つを同時に叶えることが可能です。しかも仕組みがあれば、半自動的にできるため、業務報告が少なく済みます。スキルボックスを組み込んだ習法を活用して、振り返りの場を仕組みとして作り上げてください。能力やスキルの定着には、振り返りが必要不可欠です。解説は以上です。これからは組織と人材開発の仕組みに投資をしてください。中塚さんがセミナーなどの集まりに参加すると、必ずと言っていいほどせっかく独り立ちをして今後の期待をしていた若手社員が転職をしたという話を聞きます。どれだけ時間と労力をかけて人を育てても、本人が辞めてしまえば会社には何も残らないです。転職を煽るような CM を見るたびに頭にくる若者の早期退職に肯定的な世の中の風潮に腹渡が煮えくり返ります。このような現場の教育関係者の心の叫びは過激ですが理解できることです。実際に中塚さんの会社でも若手社員の早期退職率が高かった時期は、マネージャー陣から教え損ですという声が上がっていたそうです。でもはっきりと言います。これから先、今よりも転職の意識が低下して、一昔前の終身雇用時代のように、社員の流出が少なくなるとは考えにくいです。どちらかといえば、今まで以上に転職が活発になって、人の動きっていうのは激しくなります。そんな状況で人が人を育てる構図になっている企業では、まさに教え損という時間と経費の垂れ流しがさらに激しくなります。今このタイミングで人が育つ仕組みを整えるための投資をしてください。どんな人が入ってきても会社の仕組みに従えば自主的に成長する環境を作ってください。これから迎えるであろう大転職時代では、仕組みに投資をしている会社が生き残ります。後半ではスキルマネジメントの具体的なアクションプランを解説しました。スキルマップ、スキルボックス、キャリアマップを設計して、手法として活用できるようになれば、成長の再現性が高まります。それは従業員に対して成長を約束することができて、会社の無形資産となります。そしてスキルマネジメントが根付いたら、この本の第3章を参考に、人事評価制度を整備してスキルマネジメントと紐付けをしてください。さらに第4章を参考にミッション、ビジョン、バリューを策定してスキルマネジメントの仕掛けを組み込むことで、会社の従業員エンゲージメントは劇的に向上していきます。最後になりますが、会社を長期持続的に成長させるには、どんな商品やサービスを提供するのかよりも、どんな会社を作るのかが大切です。商品やサービスには時代の変化による流行り廃りがあります。人材に依存した会社はどうしても業績に波が生まれます。どんな人が入ってきても一定水準の成果が出せる人材に成長する環境を整えてください。マネージャーが身を削って指導するのではなくて、仕組みに乗っかって部下が自主的に成長する環境を整えてください。人材の流動性が高まれば高まるほど、商品、サービス、人に依存した会社は崩壊をします。仕組みを作っている会社だけが勝ち残ります。今こそ仕組みに投資をして長期持続的に成長する組織を作ってください。今回の動画が役に立った、面白いと思った人はいいねやコメントをお願いします。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。